俺の名前は木村龍。普段の俺は地味な男子高校生なのだが、はあ、今日もいろいろとハードだったな。お前、今日も可愛いな。今の声、もしかして。おい、何？今いいところなんだから、邪魔しないでくれる？そのゲームって、もしかして、時カレ？なんで知って？てか、私がどんなゲームしててもいいでしょ？彼女は5年前に母の再婚でできた、一つ年下の義妹のレナ。とは言っても、未だに馴染めず、会話も少ないというのが俺の悩みの種だ。もう、あんたのせいでボイス聞き逃したじゃない。ごめん。レナ、そのゲームのキャラ好きなんだ。好きだけど、あんたなんかとは全然違うのよ。これ以上、邪魔しないで。うわ、さっきのボイスって、間違いない。トキカレは先日発売されたばかりの恋愛シミュレーションゲームだ。王道の王子様、年下の可愛い弟タイプから年上のおじ様まで、多種多様なキャラクター20人と恋をしながら学園生活を送るというもの。そんなゲームにどうして俺が詳しいのかというと、俺がその攻略キャラの一人でもあるライトの声優を担当しているからだ。うわ、実際に耳にすると恥ずかしい。俺がこの仕事をしているのは、引っ込み思案な性格を心配した母によって3歳から劇団に所属しているから。一緒に入団した友人たちが辞めていく中、俺は演技が好きで活動を続けてきた。自分じゃない人になれる、お芝居って面白いな。定期的に CM やドラマの仕事をさせてもらうこともあったのだが、ある舞台で共演者からアドリブを振られた俺は、とっさにセリフが出てこなくなり固まってしまったのだ。どうしよう、次のセリフって何だったっけ？早く思い出さなきゃ。それからというもの、俺は台本にない演技をすることが怖くなってしまい、名前のある役をもらうことがなくなってしまったというわけだ。それでもセリフの少ない端役の仕事はもらえてるし、感謝しなきゃな。そんな時、事務所の社長から紹介されたのが、顔を出さずにできる声優の仕事だった。こんな経緯もあり、この活動をしているのだが、恋愛ゲームのイケメンキャラに声を当ててるから、家族には声優の仕事をしてることは伏せてきたけど、まさかレナが時からユーザーになるとは。しかし、俺の思いとは裏腹に、レナは時カレにハマっていっているようだ。またライトのグッズが増えてる。そんなに好きなのか？何？いや、なんでもないけど。乙女の部屋をジロジロ見ないでよ。ごめん。謝るくらいなら最初から気をつけて。っていうか、見られたくないならドアくらい閉めておけば。はあ、いえ、何でもありません、ごめんなさい。そんなある日、レナ、夕飯だぞ。おい、聞いてるか？夕飯だって。とか、開けるぞ。好きだよ、好きだよ、好きだよ。この声大好き。うお、ライトの声って本当に最高。義妹の見ちゃいけない姿を見てしまった気がする。私も大好きなんて。もう勘弁して。俺のライフはすでにゼロだから。あんた、いつからそこにいたの？たった今。でも俺は何も聞いてないし見てないから。今すぐ記憶から消しなさいよね。はい。その後も、レナからライトへの思いが綴られたメールが届いたり、ポスターにキスしてる姿を見かけることが増えた。私もライトが大好き。言っちゃった。これは何の罰ゲームだ。でも、俺がライトの中の人だと知ったら、レナを幻滅させてしまうかもしれない。
だから俺はそのことは黙っておこうと決めた。普段は何事にもクールなレナがこんな風にゲームに夢中になるなんて、こいつにも普通の女の子っぽいところがあったんだな。少し、いや、かなり愛情表現が過剰だけど。っていうか、そういえば俺、家族になってからのこの5年間、レナが何に興味があるか知ろうともしてなかったな。そんなある日、なあ、お前は時カレのどんなところがいいの？え？普通の恋愛シミュレーションゲームだろ？何？いきなり。確かに隠しキャラのオタクダのメガネに隠されている素顔は俺も気になるけどさ。あなたも私のメガネの奥が気になりますかな？まだ秘密です。他のキャラは王道って言ったら王道だろ。あんた随分と時カレに詳しいじゃない。え？そうなのよ、オタクダくんって好感度マックスにならないとメガネを外してくれないの。超気になるわよね。いや、なんでギマに手を握られたくらいでドキドキしてんだ俺。でもやっぱり私の一番はナイトかな。ああナイトね。かっこいいもんな。かっこいいだけじゃないのよ、ナイトなの包容力、それが彼の魅力なの。いやいや、これはキャラの話だし。けどナイトの何よりの魅力は恋かな。あの優しい声で語りかけてもらうと幸せな気持ちになるんだよね。まさに理想のお兄ちゃんって感じ。理想のお兄ちゃん？成績優秀で顔よし、さらに長身というハイスペでありながら妹の話になると途端に可愛い感じに話してくれるの。ああ、ライトってそんなエピソード多いもんな。そうなの、親しくなるまでとそれ以降の声のギャップが止まらないのよね。じゃあ実際に兄になった俺とは全くかけ離れてるな。嘘、そうでもないわよ。え？あんたは顔も性格も少し惜しいところがあるだけでしょ。惜しいってどんなところだよ。そういうところよ、もう。あんたも少しはナイトを見習ってみたらいいんじゃない？顔は変えられないけど、レナがそう言うなら頑張ってみようかな。うん、頑張って。レナが俺にこんな顔を向けてくれる日が来るなんてな。それからというもの、俺とゲームの話を時々するようになり、ここの選択肢、男の子目線で考えるとどっちが正解だと思う？ん？ねえ、あんたはどういう言葉で励ましたら嬉しいって思うの？え、俺？そもそもゲームなんだから選択肢なんて思うように選んだらいいんじゃないか？でも、たとえゲームでもナイトに嫌われるのは嫌なんだもの。なんだか妙に可愛いこと言うな。ある時は、ユウ見てよ、うわ、ナイトの新しいスチールゲット。あんたのアドバイスのおかげだね。いや、よかったな。でもちょっと近いぞ。ごめん、あんまりにかっこよくてつい興奮しちゃった。お前はいつもライトのことになると我を忘れるよな。だってこのライトがすっごくかっこいいんだもん。しかもボイス付きなんだから。本当にライトのことが好きなんだな。うん、大好き。なんか自分が告白されたみたいだ。って違う、これは俺じゃなくてライトに対する言葉だろ。キモい相手に俺は一体何を考えてるんだよ。そして少しレナとの距離感が気になるようになった頃、おい、こんなところで寝るなよ。寝るなら自分の部屋に行けってば。もやーライトー。
れはまずい。お前は俺のことをどう思ってるんだ。それは俺が一番聞きたいっての。俺本当にこのままライトの声優だってことを隠し続けてもいいのか。そんな悩みを抱えていたある日のことを。聞いて、有料の追加コンテンツでキャラボイスが発売されるんだって。そういえばそんな話があったな。絶対に発売日にゲットしなきゃだね。でも有料なんだろ。別にそんなの買わなくても。え、そんなのって。あ、そういう意味じゃなくて。そっか、あんたが本当はどう思ってるのかよくわかった。いや、俺は本編に関わるボイスじゃないしって思っただけで。でも今のは心ない発言だったよ。本当にごめん。もういいよ。この瞬間からレナは再び俺に心を開いて話をしてくれることがなくなってしまった。それから数日後。ファンイベントですか。そう、トキカリの続編発売の告知を兼ねてね、竜にも参加してほしいって打診されたのよ。でも俺は。謎の声優が出演するとなったら話題作りにもなるでしょう。話題作りですか。それにライトはゲーム内でも人気の高いキャラだし、正直その声優が不参加というわけにはいかないのよね。当日はキャラのコスプレ姿だし、進行は台本を見ながらでも構わないっていう話だから、頑張ってみない？コスプレするならレナが来てもバレないかもしれないな。それならやってみます。そしてイベント当日を迎えた。よし、舞台と客席もそれなりに離れてるし、この濃い化粧をしてたら俺だって絶対にバレないよな。ライトー。うわ、あれはレナ。やっぱり来てたのか。でも大丈夫だ、俺だってわかるはずがない。ライトー、こっち向いて。みんな今日はありがとう。キャー、絶対に気づかれてない、そう思っていたのだが。待ってたわよ、お兄ちゃん。こんなところで何してるのかな。レナ、お前こそどうして。社長さんに挨拶したら入れてくれた。あんたの身内だからいいよって。社長、このイベントに限りこいつだけは絶対に裏に入れちゃダメなやつ。メイク少し残ってる部分があるわよ。で、どういうことか説明してくれるのよね、お兄ちゃん。今まで声優のこと黙っててごめん。そっか、あんたがライトの中の人だったんだ。やっぱり幻滅させてしまったな。それで気がつきもしなかった私を笑ってたの。あ、それは違う。確かに黙ってたのは事実だけど、それはお前が好きなライトのイメージを壊したくなかったからだ。私のためってこと？お前が俺の声を好きだと言ってくれたことが素直に嬉しかった。結果的には騙すようなことになってしまったのも事実だけど、俺はレナががっかりする顔を見たくなかったんだ。実はね、なんとなくだけどライトの声優はあんたじゃないかなって思ってた。私は毎日のようにあんたの声を聞いてるのよ。ちょっとした話し方の癖くらいすぐにわかるんだからね。そうなのか。それに私はがっかりなんてしてないよ。え？兄弟になる前テレビに出てた時から私は竜のことをずっと見てきたんだもの。一人で留守番してた時、学校で嫌なことがあった時、いつも私は竜に元気を分けてもらってたの。テレビで見ていた竜の笑顔は私の心の支えだった。
俺のことそんな風に思ってくれてたのか。だから5年前にお父さんの再婚相手の息子が龍だって知った時は嬉しくて、絶対に仲良くなりたいって思った。でも実際に会った龍はあまり笑ってくれないどころか、なんだか頼りなくて、テレビで見ていたイメージとはかけ離れてた。舞台で失敗したばかりで自信をなくしてた頃か。何があったかはお母さんから少し聞いてたけど、正直少し悲しかった。でもね、台本を読み込んでるあんたの姿を見かけるたびにさ、演技が嫌いなわけじゃないんだ、どんな仕事でも頑張れる人なんだって思うようになったの。だから龍にはもっと自信を持ってほしいって思ってた。そうか、お前には俺がそんな風に見えてたんだな。でもいざあんたと話そうと思うと、なんて話しかけたらいいのか分かんなかったから、名前を伏せてファンレターを書くことにしたの。そんなことしてたの？それだけあんたのことが好きだったんだもの、仕方ないでしょ。好きって？純粋にファンとしてよ、あくまでも。この時まではね。そんな時にあんたの声に似たライトのことを知ったの。俺の声に似てたからっていうのが最初なのか？うん、妹になったとはいえあんたとはあまり話せないままだったし、それにライトは妹思いのキャラだったから、創作だって分かっててもなんだか龍に言われてるような気がしたの。だからあんたと時彼の話をするようになってからは本当に楽しかった。本当はゲームの世界でライトと話すように龍と話してみたいって思ってたんだもの。俺もレナと話すのは楽しかったよ。でもそれを拒んでたのは私なんだよね。いつも素直じゃなくてひどい態度ばかり取ってたもの。龍が仲良くしてくれなくても当たり前だった。いや、俺もレナがどんなことを考えてるのかとか知ろうとしてなかったし、お互い様だって。うん、一方的に空想化してそれが違うって思ったら悲しんで、すごく自分勝手だった。だから謝らなきゃいけないのは私の方。今まで本当にごめんなさい。それを言うなら俺もレナと話す時間を作るべきだったんだ。ごめんな。許してくれてありがとう。これで仲直りってことでいいよね。ああ、でもいつから俺がライトの声優だって気がついてたんだ？だってライトの話になるたびに急にあたふたするんだもん。結構わかりやすかったよ。そう、それにしても一緒に住んでいるのにファンレターか。俺の妹は回りくどいことするんだな。そういう理由も大概だけど。お互い様だな。でも今度からは直接言ってくれよ。分かってるって。もう隠れファンじゃないし、これからは堂々と龍を応援する。サンキュー。レナが応援してくれるなら心強いよ。こうして俺たちはやっと本音で話せるようになったのだった。その後俺はレナの思いを受けて再び俳優として舞台や映画の仕事も積極的に引き受けるようになった。以前から俺のことを俳優として認めてくれた人たちの手助けもあり、主役級の仕事を任せてもらうことも増えた。一番のファンでもあるレナの応援もあって俺は意欲的に活動を続けている。だが俺たちには一番大きな問題が残っている。レナのことは好きだ、でも俺とレナは義理とはいえ兄弟。このまま恋人未満のような関係でいるのは正直辛い。きっとレナも。二人ともちょっといいか、話したいことがあるんだ。ん？私たちお互いの子供が思春期の難しい時期での再婚だったでしょ。だから
実は互いの子供たちと養子縁組をしてない状態なのよ。戸籍上は私たち兄弟じゃないってこと？え、本当に？隠すつもりはなかったんだけど、なんだか最近のあなたたちを見ていたら話しておいた方がいいような気がしたの。ということは、俺はレナを愛してるって言ってもいいってことだよな。お互いに大切な人であることに変わりないが、俺たちの関係はまた変化していくことになりそうだ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。